はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとね、室内でね、育てていたトマトのね、苗になるんですけれども、こんなにね、立派にね、育ちました。ただちょっとね、最初に結論をね、言ってしまいますと、ちょっとこれね、枯らしてしまったんですね。今日はですね、でも暖かい環境でちょっとね、育ててようと思いまして、このね、トンネルを作ってやっていったので、ちょっとその経過ですね、どういう感じで枯らしてしまったのか、そして皆さんもですね、ちょっとね、もし苗ね、育てている方はですね、注意ですね、こういうことをやると枯らしちゃいますっていうね、参考になればね、嬉しいです。じゃあ今ですね、こっちの温度計をですね、やってね、いるんですけれども、これで、このね、トンネルの中のね、温度はね、どんな感じになるのかっていうところをですね、経過を追いながらですね、やっていきたいと思います。これ今ね、ちょうどいい適温20度ぐらいだったので、このように発泡スチロールですね、その上にですね、ビニールですね、置いてやってみました。そして、こんな感じで、他にもね、ナスとかね、トマト、トウモロコシとかですね、そういったものをね、やっていたんですけれども、まあ、トウモロコシはね、結果的には大丈夫だったんですけれども、はい、トマトね、ちょっとやっぱ苗も大きくなってきたので、それでね、あまり良くなかったのかなってね、思います。はい、これがね、トウモロコシです。ちょろちょろとね、芽がね、出てきているかなってね、思います。そして、同じようにですね、ビニールを乗せて、そして、ね、ビニールシートね、かぶせた上から、こういうね、トンネルですね、防虫ネットをかぶせて、それで、風にね、飛ばないようにね、していました。はい、今ですね、こちらは、朝ね、9時過ぎぐらいになりますけれども、空はですね、このようにね、日差しが、太陽がですね、さんさんとね、降りしすぎています。そして、温度計をですね、この、場所にね、今ね、ポーシロールに上からビニールかけて、ね、やったんですけれども、なんとね、温度上がってますね。外の温度は 3.7 度ですけれども、はい、こちらね、中はですね、20.4 度になっています。結構ね、暖かいですね。これ、気温が上がった日はね、30度以上いっちゃう危険性がありますので、今ね、ビニールをですね、上からこれね、かけてはいるんですけれども、もしかしたらこのビニールは取った方が良さそうな気がします。これ蒸し風呂状態になってしまって、せっかくね、育ってたものがですね、枯れてしまう危険性はありますので、朝の時点でこのぐらい気温が上がっていますので、やはりね、40度とかね、いっちゃいそうな感じしますので、はい。もうちょっと様子を見てから、はい、取るようにね、するか、ちょっと検討していきたいなと思います。こちらはね、黒マルチのところで、ビニールですね。ビニールをかけて上から飛ばないように防虫ネットでね、押さえています。そしてさらにこの発泡スチロールの上にね、ビニールをね、やってるんですけれども、はい。それだとね、ちょっとやっぱり暑すぎるかもしれないですね。やっぱり日差しの力ってすごいですね。はい。今ですね、このね、今10時ぐらいになりますけれども、29度までね、上がってきていますね。今28度。そして土の温度29度。ちょっと、地温が29度に、ね、なっています。なのでもうね、さすがにどうだろうな、30度、40度ぐらいになったらまずいので取っていきたいなと思いますが、もうちょっと様子見ていきたいなと思います。今ちょうどね、10時30分ぐらいになりますけれども、すごいね、まだ10時ぐらいになりますけれども、これからね、どんどん気温が上がっていきまして、あまりね、暖かすぎるとね、良くないので、ちょっとね、発泡スチロールで入れて、その上からね、ビニールかけてるんですけれども、それはね、ちょっと取っておきたいなと思います。植物がね、育つにね、適したね、温度がありますので、その温度にね、なるべくね、近づけて、はい、育ててね、いきたいなと思いますのでね、よし、はい、ちょっとね、ちょっと開けちゃいますね。はい、こんな感じで今ね、ちなみに、これはトマトですね。トマトをね、育てていました。じゃあちょっと開けちゃいますね。こんな感じでやっていて、こう、ビニールをね、刺していったんですね。そして、こんな感じで、温度計をね、仕込んでいました。そしたらね、見てみてください。こちら、トマトですね。元気よくね、成長しているのがわかると思います。これね、やっぱり暑すぎると良くないので、これは、ビニールですね、取っておきたいと思います。発芽ね、させるときは30度ぐらいね、必要になるんですけれども、苗ですね、育てるには30度もね、必要ないので、
まあ、ビニールとですね、かぶせてその上から風で飛ばないように防虫ネットですね、あと発泡スチロールでも暖かくね守られますので、そんな感じでねやっていくといいのかなと思います。はい、こちらですね、あれからね今ね12時過ぎになりますけれども、なんとね、ビニールね取ったんですけれども、40度とねかなり気温が上がってます。そして外の温度もね31度になっていて、これはまあ直射日光というかここにね置いといたのでかなり当たっていますので、ちょっと下に置いておきたいと思います。でもねそれにしてもね40度とねかなりね暖かくなってきていますね。はい、なので今ねこれビニールねやっているんですけれども、ビニールこれ貼っとくとまずいので、これはねちょっと取っときましょう、ビニール。はい、蒸し風呂にねなってしまいますのでね、これだとまずいので、このトンネルをね張っているこの横のビニールはそのまま置いとくんですけど、さらにこの上にね置いておいたこれですね、このビニールは取っておきたいと思います。こちらも同じですね、これはトウモロコシ、すごい思ったよりねすごい暖かくねなっていますね。こちらはね先ほど種まきしたキャベツになるんですけれども、これはこれでねこのまま置いておきたいと思います。やっぱりビニールね貼っているのでねすごいです。ただねやっぱり夏、そして下の部分もねこのように風通しよくね若干開いたりとか、ビニールも完全にはね下まで覆ってはないんですけれども、それでもやっぱり発泡スチロールもね、やっているのでより暖かくなっているのかなと思います。じゃあこれでねちょっとね様子を見てねいきたいなと思います。温度計を入れてねやっていたんですけれども、思ったよりねここのトマトのね中とか気温がね上がっていました。なので少しね温度調整しながら対策していこうかなってね思うんですけれども、とりあえずこれはここに置いておいて、温度計はちょっとですね置いときましょう。そして、土の乾燥はそこまでしていないので、これあれなんですよね。このまま、これね、ビニールがあって、防虫ネットで覆っていて、それでやっているんですけれども、ビニールですね、これ日中だとほんと蒸し風呂になっちゃうので、この上の部分だけ、つまり、この横の部分ね、こうやってパッカーでね、止めていました。このパッカーを取って、端っこだけ防虫ネットではめて、ビニールは取っておきたいと思います。ビニールは完全に覆わないようにしたいと思います。ネックなのはね、夜ですね。夜寒くなると、かえってまずかったりもね、するんですけれども、ここは調整して、こうやってビニール、こちらをちょっと開けて、そして、こちらの側、こっちもちょっとね、開けて、上でちょっとこう被せる程度、そのぐらいで様子をね、見ていきたいなと思います。日中はね、温度上がりますので、そこまでね、寒くもね、ならないかなってね、思いますので、こんな感じで、風通しですね、を良くしておいて、それでね、ちょっと様子を見ていきたいなと思います。はい。このようにパッカーで止めておきますね。パッカーはね、端っこの部分だけはね、しっかりね、はい、やっていきます。あと、強風ですね。風が吹いても、このパッカーね、してあれば、よっぽどね、台風がすごいね、吹く大荒れになるとかね、そういうところじゃなければ、結構強くね、持ってくれていますので、はい、そんなイメージで、ここはね管理をしていきたいなと思います。あとはビニールね、ちょっと穴を開けて風通し左右にですね、この手前側と奥側にビニールね、この横の部分開けて風通しをね良くしてもねいいかなってね思うんですけれども、そうですね、とりあえずはこれでね様子を見てみたいと思います。あとはね心配なのはお水ですね。お水が切れないか、ちょっとねそこも
チェックをしながらね、やっていきたいなと思います。あとはなかなか頻繁に来れないよって方は、あれですね、上から不織布とかを覆って、ビニールは覆わないとかですね、そんな風にやってもね、いいのかなとね、思うんですけれども、まあ、植物のね、あまり生命力をね、信じて、あまり過保護にはしすぎず育てていくとね、より丈夫な苗育っていくかなってね、思いますのでね、はい、そんなイメージで、ちょっと隙間持たせてね、まだこの辺はナスとかね、芽が出てないので、30度とかね、結構温度上げてもいいので、この辺は少しビニールを覆って、芽の出ているところですね、このトマトとかですね、ここはなるべく換気が良くなるようにね、していきたいなと思います。はい、あれからですね、1日経ちました。中の様子ね、どうなってるか見てみたいと思います。あー、見事枯れちゃいましたね、トマト。うわー、ショック。マジか。枯れちゃった。やっぱ寒さに耐えきれなかったんですね。残念。マジか。こんなに。うわぁ。ショック。トウモロコシは大丈夫ですね。あとあれか。ナスもダメだ。やっぱり夏野菜はやられちゃいますね。そっか、やっぱダメなんだ。あと枝豆とかは大丈夫な気がしますので、このまま置いといて、あれですね、ナスとかはやめといた方がいいですね。ナスとかトマトとかの夏野菜、こちらね、トウモロコシは比較的大丈夫そうなので、このままトウモロコシは様子を見てみたいと思います。まあちょっとね、持って帰りましょう。ああ、ショックですね。一個トマトね、フルティカ大丈夫なのもあるので、ああ、ショック。またリベンジです。はい、ただいまね、夕方の6時ぐらいになったんですけれども、ちょっとね、暗くて申し訳ないですが、先ほどのね、昼間の状態とね、比べて、今どうなってるかね、こちらを見てみたいと思います。サッカーで止めてみましたので、これは取り出して、開けていきます。やっぱり夜は寒いですね。夜は寒いです。そして、そうですね、こちらのトウモロコシはね、そのまま置いときましょうかね。そして問題のこちら、そうですね、ナス。ナスは枯れちゃいましたかね。ナスはこれね、家に持ち帰りたいと思います。いいかな。置いておきます。そして寒くないように、こっちね、シートをかぶせておきます。で、また明日の朝ね、暖かくなるかなと思いますのでね。そして風で飛ばないように、しっかりね、パッカーで固定をしていきます。やっぱりね、ここは過酷な環境だったんでしょうね。申し訳ないことをしました。じゃあこれでちょっとね、置いておいて、またね、やっていきたいなと思います。枝豆とかですね、そういったものはちょっとね、ここで置いておいて様子を見ていきたいと思います。これもあれかな、トウモロコシも、そうですね、家で育てていくのがね、良さそうな感じもしますよね。家でやっぱりトウモロコシもね、置いときましょうか。はい、こちらですね、再度ですね、リベンジをしていきたいなと思います。今回は100均のですね、このセルトレイみたいなね、ポットがあるんですけれども、これをね、使って種まきね、していきたいなと思います。だいたい深さ1センチぐらい、人差し第一関節指ぐらいですね、そのぐらい穴を開けまして、トマトね、種をね、まいています。
そして今もね種をね撒いてはいまして、はい、土でね埋めている状態になりますね。これでねしっかりねまたねリベンジをして、ちょっとね本当かわいそうなことをしてしまいましたけれども、育ててねいきたいなと思います。あとはですね、他にもねナスであったりとかね別の野菜も種まきしてね育てていこうかなってね思うんですけれども、はい、ね元気にね育ってねってねこういう願いを込めながらやってねいきたいなと思います。あとね、いつ種まきしたのか、そして何の品種の、種をね、まいたのかってね、わかるようにですね、これ100均でね、購入してきたんですけれども、はい、こういったものをね、使っていきます。これね、油性ペンでね、書いたんですけど、使い終わった後はアルコールとかですね、そういったものでやるとね、しっかりね、はい、取れますので、はい、再利用しながらね、使っています。これは今度はね、フルティカというですね、品種のトマトですね、この種をまいています。これね、とてもね、美味しくて甘くてね、はい、美味しい中玉トマトになりますので、はい、またね、しっかりね、はい、種をね、まいていきたいなと思います。ね、次はね、温度管理ですね、しっかりね、しながら、やっぱりね、室内ですね、夜は室内で、日中はですね、外に置いて、そんな感じで、ちょっとね、やっていきたいなとね、思います。